テッサロニキのデメトルス。聖ミハイール大聖堂のモザイク。スブヤトポルク二世は、竜力町のルーシ系公爵宣令名はミハイール。イジャスラウ一世の子、ヤロスラウ健康の孫。ポロック公、ノブゴロド公、トゥーロフ公、キエフ大公。母は、ミエシコ二世の娘ゲルトルダカメカケ。キップチャクとの戦いに明け暮れた。塩の商売を独占し、 金貸しを保護したため、キエフの市民の間で嫌われた。キエフの象徴となったセイミハイル、黄金ドーム大聖堂を建立した。病死して、セイミハイル大聖堂で葬られた。最初の妻は、プシセミスル朝出身の女性と見られている。以下の子女を設けた。二番目の妻は、ポロベツ族長トゥゴルカンの娘エレナで、以下の子女を設けた。以下の子女は、 即質のこと考えられている。ぜアーカイブド2014年8月8日、アットザウェイバックマシン。ぜ二2010、18、211から218。ありがとうございます。